皆様こんにちは。今回は数字キーボードとアルファベットキーボードを簡単に切り替えられるようになったスマートフォン版 Google スプレッドシートアプリについて解説させていただきます。 Android と iPhone 用の Google スプレッドシートアプリは2017年3月にアップデートされ、数字キーボードとアルファベットキーボードをワンタッチで切り替えられるショートカットボタンが新たに追加されました。このショートカットボタンは基本的に数字キーボードとアルファベットキーボードを切り替えるボタンです。サードパーティー製キーボードを利用していても機能します。ただし日本語キーボードを設定している場合は数字キーボードとその他のキーボードが切り替わる仕様となるので、必ずしもアルファベットキーボードをワンタッチで呼び出すことができるわけではありません。ご注意ください。スマートフォン版 Google スプレッドシートアプリに数字キーボードとアルファベットキーボードを切り替えるショートカットボタンが新たに追加されたことにより、例えば数字入力が主な表などを Google スプレッドシートで作成して運用している場合はかなりスムーズに入力を行うことができます。ぜひショートカットボタンを活用しましょう。以上、数字キーボードとアルファベットキーボードを簡単に切り替えられるようになったスマートフォン版 Google スプレッドシートアプリについての解説でした。